あの打席はどのような思いで打席に入ったんですか？去年朝日スーパードライさんいただけた今年もなんとか1年分のビールを勝ち取るんだという気持ちで打席に入りました。そして今この場所に立っています。今の思いはいかがでしょうか？酔っ払いたいなと思います。それではここで日暮らしをお届けします。朝日スーパードライベストプレイヤーオブザアワー、東山直人投手、栗原良也選手、朝日ビール株式会社執行役員、九州統括本部長中村典和様より朝日スーパードライ1年分が贈られます。